内田篤と、内田篤と、内田篤と、1988年3月27日隊は、静岡県田形郡関波町出身のプロサッカー選手、J1 リーグ鹿島アントラーズ所属、ポジションは DF、右サイドバック、元日本代表、関波中学校時代は目立った活躍をしていなかったが、高校入学にあたり、静岡県中部地区の共同校を志望し、 将来の大学進学も視野に入れて、進む学校でもある、清水東高等学校に入学した。高校へは、自宅から1時間半ほどかけて通学していたという。高校の同級生には、田たらあつと、2学年上には、菊岡拓郎や新田智之がいる。卒業に際しては7から8クラブから興味を示され、2006年に、鹿島アントラーズへ加入した。 2006年から監督に就任したパウロアウトオリに高く評価され、J リーグ開幕戦、対、広島でクラブ史上初となる高卒ルーキーでのスタメン出場を果たし、ドリブルから先制点となる PK を獲得。続く第4節甲府戦では、ドリブル突破からの先制点で、クラブ史上最年少得点を記録し、2点目もアシストした。なお、 17歳11ヶ月22日でのプロ初、得点は、当時の記録である18歳1ヶ月15日を、上回り高卒ルーキーの史上最年少、得点記録であった。また、同年の J リーグオールスターサッカーでは、DF 最多得票で、史上最年少出場を果たしている。2007年に、奈良橋明から指名され背番号2を引き継いだ。2008年には、 自身初の J リーグベストイレブンに選出されるなど評価を高め、同年のシーズンオフには、鹿島と4年半の長期契約を結ん。2009年、鹿島は史上初の J リーグ3連覇を達成し、内田自身も2年連続で J リーグベストイレブンに選出された。2010年7月1日に籍金、推定1億5000万円で、 ドイツ分でスリーガのシャルケレイヨンエ3年契約で完全移籍した。代理人は、小野真嗣、大迫優成らと同じ秋山雄介。移籍当初は代表戦での負傷もあり、低調な滑り出しとなったが、秋には右サイドバックのレギュラーに定着した。11月24日の UEFA チャンピオンズリーググループステージ第5節リオンでは、相手 BF3 人を鋭く抜きながらの正確な、 アーリー・クロスを、クラース、ヤン・フンテラ・アルエアゲ、CL 初アシストを記録し、B 組クミ1位通過での決勝トーナメント進出に、貢献。CL 決勝トーナメント1回戦で、バレンシアを破ると、準々決勝では、長友優斗が所属するインテルと対戦し、CL 初の日本人対決を実現させた。シャルケは、両試合とも2から5、2から1で圧勝し、内田は、 ユーロスポーツが選ぶ CL 準々決勝第一戦のベスト11に選出された。準決勝のマンチェスターユナイテッド戦では敗れたものの CL ベスト4という記録はクラブ史上、また日本人としても初めてのことであった。なお、内田はグループリーグのハッポエルテルアビーブ戦、ホーム以降10試合連続フル出場を果たしている。5月21日には、 DFB ポカール決勝の MSV デュースブルク戦に途中出場し、移籍後初タイトルを獲得した。2011から12シーズンは、開幕前の怪我やコンディション不良、さらに新加入のマルコヘイガーの好調ぶりと、右太もも肉離れが重なったことで前半戦は定位置を失いかけたものの、後半戦はレギュラーの座を取り戻した。 2012から13シーズンは開幕前に契約を2015年6月まで延長した。シーズン当初は扁桃炎の影響で出遅れたが、コンディションが整うと定位置を確保し、11月3日に行われた第10節 t s g 戦8 9 9ホッフェンハイム戦で、ブンデスリーが初得点を決めた。好調なチームの中にあって、ジェフェルソン・ファルファンと共に構成する。 右サイドはシャルケストロングポイントとなった。2013年1月にはブンデスリーガの英語版公式 HP が選ぶ2012年のベスト11に選ばれ、5月には同 HP にて2012から13シーズンのベスト11に選出された。一方で、毎シーズンに痛めた右太もも裏の肉離れでチームからの離脱を繰り返し、11月6日の CL アーセナル戦。 12月15日のフライブルク戦、2月6日の日本代表ラトビア戦で、それぞれ幹部痛めた。復帰戦となった3月9日のドルトムント戦では、クロスからのアシストを2度記録し、ルールダービーでの勝利に貢献した。その時に、日本では知られていないが、ドイツの一部では、サムライウッシーと呼ばれていた。2013から14シーズンも前半戦は安定したプレーを続けていたが、 年明けの2014年2月に右太ももを痛め戦線離脱し、シーズン内に復帰することはできなかった。2014年10月30日、シャルケと2018年6月までの新契約を結んだ。直後の第10節 FC アウクスブルク戦では今季にアシスト目となる決勝点をアシストした。前半戦は4節まで負傷していたが13試合に出場し、 ブンデスリーが公式サイトのベストサイドバックに選ばれた。2014から15シーズンは、シーズン序盤と終盤戦は右膝を痛めた影響で、戦列を離れたが、レギュラーの座は譲らなかった。2015年3月初旬、対、ホッフェンハイム戦で、室外権を負傷し戦線を離脱。そのまま2014から15シーズンを終え、シーズンオフの同年6月に、 右膝の手術を行う。その後、迎えた2015から16シーズンは、ドイツや日本国内で、リハビリに励んだが十分な回復に至れず、とうとう一試合も公式戦に出場できないまま、同シーズンを終えることとなった。また日本代表でもほとんどの試合で招集が見送られ、内田にとってかつてない異例の状況が続いていた。しばらくの間は、 フルスの鹿島アントラーズの施設をリハビリ活動の拠点としていたが2016年7月上旬にシャルケのチーム練習に合流。しかし翌8月中頃シャルケのアクセルシュースター SD が内田に関しては残念ながら状態が少し後退した。とコメント同時期のクラブ公式ツイッターでも内田篤人は短期完備に向かいそこで 彼が信頼する医師の治療を受けることになると発表があった。2016年12月8日、欧州ルのレッドブルザルツブルク戦で途中出場し、1年9ヶ月ぶりに復帰を果たした。2017年8月21日、出場機会を求め、シャルケからブンデスリーが2部の1、FC ユニオンベルリンに2018年6月までの1年契約で完全移籍することが決定した。 9月10日に行われた第5節のフォルトゥナ、デュッセルドルフ戦で遺跡後初出場を果たし、クロスから同点となる、相手のオンゴールを誘発したが、その後、宇佐美隆に得点を許し、日本人対決となった試合は敗れた。9月20日、SV ザントハウゼン戦では、約2年半ぶりの先発フル出場を果たした。しかし10月17日に、左太もも,もに肉離れを負ったことが発表され、 戦線を離脱。さらにクリストファー・トリメルトのポジション争いにも敗れ、ウニオン・ベルリンでのリーグ戦出場は前述の試合のみとなった。2018年1月2日、古巣である鹿島アントラーズへの復帰が発表された。2月25日、開幕戦の清水エスパルス戦で約8年ぶりに J リーグのピッチに立った。10月3日、 ACL 準決勝ファーストレグ、スイバラサムスン戦で遺跡後初得点となる貴重な逆転ゴールを挙げた。2004年に AFCU-16 選手権に向けて日本サッカー協会が主催した早生まれの選手を対象としたセレクションで、そのスピードが関係者の目に留まり U-16 代表に招集され、トゥーダ国際ユースサッカー大会と AFC U-17 選手権2004に出場。この時は右サイドハーフとしてプレーしていたが、その後清水東高校でスピードを活かすためにサイドバックにコンバートれた。プロ入り後、2007年7月の FIFAU-20 ワールドカップでは右サイドバックとして全4試合にフル出場。その後、2008年8月には北京オリンピックに出場した。二千七年に フル代表候補の合宿に初招集され、2008年1月26日のキリンチャレンジカップチリ戦でフル代表デビューした。19歳305日でのデビューは、J リーグ発足後では、市川大輔、小野真嗣、梅崎司に次いで4番目の若さであった。同年2月6日には、J リーグ発足後10代の選手としては初めて、ワールドカップアジア3次予選グループにいたいい戦。 対戦にスタメンフル出場を足し、6月22日には、同三次予選第6戦最終戦のバーレーン戦で、代表初得点を決めた。2010年6月の2010フィーファワールドカップの日本代表メンバーにも選出されたが、本大会直前に、岡田武史監督が守備を重視する戦術に転換したことや、体調不良により、右サイドバックのポジションを守備の評価の高いこの、 安コ今度の負傷後には攻守に、バランスのある、駒の友数に奪われ、本戦出場は叶わなかった。アルベルト・ザッケローに監督就任後は再びレギュラーに、帰り咲き、2011年1月の AFC、アジアカップ2011では、主力メンバーとして、優勝に貢献した。2014年には2大会連続での FIFA、ワールドカップメンバーに選出され、 本大会では全試合スタメンフル出場したが、チームはグループリーグで敗退した。ワールドカップ終了後に代表引退を示唆したが、11月のキリンチャレンジカップで、ハビエル・アギーレ体制の代表に復帰した。12月、AFC アジアカップ2015の代表メンバーに選出されたが、右膝の怪我により出場を辞退した。スピードと高い技術を合わせ持った右サイドバック。 運動量が豊富で敏捷性に優れ、ボールの置き方、視野の確保がうまく、ゲームメイク能力が高い。シャルケ強化部長のホルストヘルトは、アツトは、桁外れな自精心を持つ選手で、戦略指示を100%実行すると圧倒的な信頼を寄せ、攻撃において刺激を与えようとするが、守備面を絶対に忘れないと常に守備を心がけている、姿勢を評価している。 それに総力というフィジカルの強みも加わるとし、欠点としては、クロスの精度は改善の余地がある、解けるが、その点は共に、そして特にアツト自身が、改善に向けて努力していると語っている。シャルケ遺跡3ヶ月後には、相手はでかいけど、タイミングさえ合えば、懐に入れる。そこら辺の素晴しっこさは、俺の方があるので、それに、相手にぶつかられても、 それがボール持っている時でも、なかなか体勢が崩れなくなってきたと自己分析している。もともとは主に右サイドハーフや攻撃的 MF のポジションでプレーしていたが、高校3年に上がる春に右サイドバックにコンバートされた。1 3 6 3 2 3 0 1 4 1七7 3 4 1 0 4 1コールスパンイコール2 8 0 1十二1 2 0 コールスパンイコール二20 0 0 2 0 2 4 2 4 2 3 0 2 2 1 2 8 7 5五。その他の公式戦ロスパンイコールに通算コールスパンイコールに a f c コールスパンイコールに u e f a その他の国際公式戦2084-1通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。